セクション J17 の11、文久の改革。ペリーがやってきて、オールジャパンで行きましょうと。最初うまくやってたんですけど、安倍雅弘が死んで、ハロー戦争で時間が不足して、イースフランスの艦隊がやってくるかもってことで、E がもうガンガンやっちゃうと。逆らさ、やっつけちゃう、安政の大国。それに対して、E が一人で何でもかんでも決めやがってって、桜田門外の変。で、もう一回みんなでやろうねっていう、オールジャパンセカンドが、後部合体ですね。天皇家と将軍家が一緒になりましょうと。で、具体的には和宮効果、和宮効果やって、で、オールジャパンを具体的に制度にしていきましょうっていうのがこの文久の改革ですね。で、文久の改革は天皇主導の幕政改革、まあ天皇主導といっても実際は島津久光ですね。まあ幕府の方は先ほど言ったように安藤が坂下門外の変で失脚しているので、後部方の中心人物がいなくなってしまっているので、どうしても受け身にならざるを得ないと。で、なんで鹿児島の大名が江戸幕府の幕政改革の中心になったのかと、なんで天皇からそんな大きな大権をもらってきたのかっていう話ですね。まず薩摩藩は娘を天皇家に嫁がせていると。公家に近い武家ですね。これ武家諸法度でこういうこと起きないように、そうなんですよ、こういうことが起きないように武家諸法度で、ね、大名同士の結婚とか天皇家と結婚とかできませんよってなってたんですけども、なんせ薩摩は金持ってますと。具体的には一回ですね、自分の娘をですね、養子に出すんですよ。で、養子に出した先からこの天皇家の方に嫁がせるわけですよ。ロンダリングしてるわけですね。お金の力で。学歴ロンダリングならぬお家柄ロンダリングで、武家諸法度の穴をついてました。金持ってるのよ、とりあえず。まあ、その時は別に、こういうことになるとまで幕府は想定しなかったので、見てなかったんですけども、巻いてたこう種というか、その布石がうまく機能することになるんですよね。ちょっとびっくりするかもしれませんけども、昭和天皇の奥さんのひいじいちゃんが島津久光さんですよね。薩摩がお金持ってるのは、それ琉球の。そう、琉球を支配してて、琉球の朝貢貿易の品をかすめ取ったりとかしているので、あと砂糖がでかいですよね。で、薩摩は経済力があって巨大な軍事力を持ってますと。琉球を支配してて、で、琉球である程度情報が入ってくるんですよね。その朝貢貿易もやってますし、ペリーなんかも琉球に来航してますので、幕府はなんで島津久光の改革要求を受け入れたのかと、和宮効果による後部合体の具体化、公明天皇と約束してたっていうのをやらなきゃいけないと。また先ほど言いましたが、坂下門外の縁で安藤信正が失脚してると。もともと安藤信正が和宮効果をやってて、で、この後にじゃあ幕府主体で幕政改革やろうねって考えてたんですけども、その安藤が失脚してるので、もう天皇側の言い分をこう受け入れざるを得ないというか、自分らのこう案っていうのがそんなにない状態なんですよね。で、島津久光は沖縄兵隊連れて江戸に入ってくるんですけども、まあこれこんだけうちらは軍隊持ってんぞ、立派なもの持ってんぞってものなんですけども、これは天皇の使い勅使を守るという建前があるので、それが通っちゃうんですよね。あともう一個、幕府側が分かった島津さんの言うこと聞きますって言ったのは寺田屋事件があったから。これはなかなかすごくて、島津久光が江戸に行くと、京都に寄って江戸に行くっていう時に、一部の薩摩藩士は幕府を倒すと思ったんですよね。で、殿が幕府を倒すと、で、我々もそこに加わりたいとか先見で行きたいとかっていう風に一部の連中が思ってて、島津久光はいや俺は幕府倒すとは思ってない。俺は後部合体の中心になるんだと。そういう輩を説得しようと。で、もし説得できない場合は、殺せっていう風な指示を出すわけですね。で、説得できずに実際に殺しましたよっていうのは寺田事件です。だから、薩摩藩の中の同士討ちなんですよね。で、そこまで、やってるわけですから、島津さんは幕府を討つっていう気は全くないんだなと。こんだけ軍隊連れてきてるけど。で、まあ、後部合体をやりたいって意思は分かりました。じゃあ受け入れましょうってことですね。なかなかの意思表示ですよね。オールジャパンセカンド。文教の改革は、一橋派諸侯の赦免を決定。これ、安政大王の前に、将軍軽視問題があって、開国の問題もあるし、将軍軽視問題もあって、
で特に将軍継承問題が分かりやすいですよね。将軍継承問題に関して口を出しすぎた。江戸途上の日じゃないのに勝手に城の中入ってきて、いい直輔の、袖を掴んだとか、そういうことを理由に、まあ、松平春嶽とかが謹慎させられてたんですけど、それを解きましょうと。そしてこの公武合体の大きな役職である政治総裁職に任命されたりとか、これ事実上大老ですね。また将軍継承問題で敗れた、義時に敗れた一橋義信を将軍の後継職、将軍後継職に任命すると。だからまあ義時まあ若いですから、この人が何か考えるときにまず義信に相談するということで、この安政の大獄でやられてしまった一橋派っていうのがかなり入ってくるわけですね。で幕府側の方もちゃんと大きなポジションを持ってて、それが京都守護職ですね。とにかく、まあ、京都が荒れてるし、またこの公武合体を持続していくためには幕府と京都の間のちゃんと連絡を取らなきゃいけないと。また外人がやってくるんじゃないかっていうふうに公明天皇がビビってんですよ。まあ、高明くんがすげえビビりなんですよ。高明くんがめっちゃ外人嫌いで外人にビビってると。なんで松平かたもりなのかというと、この人がですね、若くして昔活躍してまして、桜田門外の変の際に、水戸浪士が井伊直輔を暗殺しましたよね。で、これに対して幕府は兵隊を集めて水戸藩に攻めようという計画があったんですね。で、その時に、いや、ちょっと自分間に入って説得しますと。水戸藩に謝罪させますし、また、水戸藩が受け取った密勅、僕の密勅っていうのは、天皇が幕府飛び越して水戸藩なんかに指示を出してるわけですね。で、この密勅も返させますと。ということで、間に入って交渉に成功したんですね。若いんですけども。ということで、水戸藩がここで謝って、じゃあということで収まったと。で、この功績があるので、松平かたもり、その京都守護職にと。で、松平かたもりを初めて聞いた人でも多分知ってるのが新選組ですね。新選組っていうのは松平かたもりの持ってた部隊ですね。テキスト、尊王攘夷運動で京都の治安が極端に悪化していると。開国派の、まあ、公家とか、開国派の連中が殺されていると。殺されて、首が河原にさらされて、こいつは開国派だったとか、どっかの開国派の藩士を殺して、その藩邸に首と手紙を投げ込んだりとかしてたらしいんですよね、結構。で、こういった治安の悪化に対して、松平かたもりが持ってる新選組が、過激攘夷派を制圧すると。池田屋事件っていうのは、この過激攘夷派の制圧のワンシーンですね。幕府側が京都御所を警備し、と、幕府と天皇との連絡機能もあって、松平かたもりはその仕事を見事果たしてましたよと。孝明天皇の信頼を得てましたよと。京都守護職を幕府がやって、徳川慶喜が事実上、まあ、将軍に近いことをやって、義時が若すぎますからね。で、義長が、まあ、その全体の取りまとめをやるということなので、かなり本当にオールジャパンの具体化ですよね、文久の改革は。まあ、この時、現にね、オールジャパンファーストの安倍君は死んでますけども、まあ、喜んだんじゃないですかね、これ見て。で、ここまではオールジャパンなんですよ。で、この後が結構、おおっていうのがあって、この文久の改革で、みんな仲良くやっていきましょうね、仲良くやっていきましょうね、それで、参勤交代の緩和とか、人質制度の大幅緩和をやりましょうと。参勤交代の緩和からやります。で、これは、いや、正直、参勤交代きついですと。で、今、軍事力が我々日本にはないんですよね。だから各藩は参勤交代よりも軍事力の拡充に力を注いだ方がいいんじゃないんですかと。だから2年に1度ではなくて3年に1度、それも日数を100日に短縮しましょうということで、各藩の軍事力が拡充されて、で、この軍事力は外国ではなくて倒幕のために使われたんですよね。はっきり言ってこの文教の改革で幕府滅亡が確定したかなと私は思ってます。各藩が軍事力を持つ。建前上はみんなで一方を守りましょうねと。みんなで一方を守りましょう。だからみんな軍事力をつけましょうなんだけども、実際はそれが倒幕のための軍事力になったよと。あと、これはかなりリアルだなと思うのが、将軍と諸侯の主従関係の規約化。今までは2年に一遍会ってたわけですよね。ところが、その3年に1回しか来なくなるし、日数も短縮されるわけですよ。100日になっちゃうわけですね。そうなると物理的に会う機会が少ないので、人間関係が希薄になっちゃうなっていうのはありますね。物理的に会う会わないってやっぱでかいですからね。そもそも参勤交代っていうのは、主従関係の確認っていうのがあったんですけど、それがすごく薄くなるってことですよね。
あと人質制度の大幅緩和、大名の多くの妻子が領国に返されたと。これはやっぱでかいっすよね。この段階でこう幕府は滅亡なんかなっていう。難しいっすよね、このみんなで頑張ろうぜってなってて、みんなで頑張ろう、みんな裏切らないからって言ってて、実際はその裏切る準備をしてるわけですよね。ここでいや人質は返さんよとか、いや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 、参勤交代緩和してもその分金はこっちによこせ、それで幕府の軍事力でやるからってなると、まあ、角が立つんですけども、まあ、これね時間を込めて言うんですけどね、将来大事になるっていうことに関してはその場で揉めてもね譲ってはいけないことがあるんですよ。けどどうしてもその場の雰囲気とかで譲ってしまうことがあって、この時もオールジャパンだよねと、アーメの大国もあったけど桜田門外の兵もあったけどオールジャパンだよねっていう時にさ、この時にさ、いやーって言うとまたかよって話になっちゃうから難しいんですよね。洋学研究の推進、蛮書調べ書を洋書調べ書に改書。まず蛮書調べ書っていうのはテキスト右側に洋書置いてますけども、名前がね蛮書でしょ、野蛮でしょ、その南蛮でしょ。でそれに対して、いやもうあっちの方がかなり勝ってるからっていうことで洋書になるんですよね。で西山根と榎本武明オランダに留学。どうですかこれ、今やってるのが1862年ですよね、19世紀半ばですよね。この時期にオランダですか、パックスブリタニカの時期ですね。イギリスが圧倒的に強い時期ですよね。例えば1851年に万国博覧会やってますよね、ロンドン万博やってますし、クリミアもねぶち勝ちしてますよね。でなんでオランダなのかと、これ僕ねなかなか幕府やるなと思ったんですよね、イギリスが圧倒的な時代なのに。この時期まあ例えば海軍とかはイギリスだし、この時期陸軍だったらまだフランスだしなんですけども、これ西山根と榎本武明オランダってっていうのはこの時の幕府にとったらすごくフィットしてたなと思うんですよね。国際法を勉強してる。そうなんですよ。まずオランダでなんで国際法が発達したかというと、弱いオランダがなんとか陸地で展開できないかなと、陸地で守れないかなっていうことで国際法が発達したっていう背景があるわけですよね。同じようにこの1860年代の日本っていうのはまあ弱い日本なわけですよね、外国の脅威にさらされてると。であるからして国際法が発達しているオランダに留学っていうのはこれかなり利があるのかなと思います。まあ、実際にその榎本武明っていうのはこの人まあ明治の時代になるんですけども、国際法を勉強した結果、まあ、ロシアとの交渉にも一定程度成功しているので、江戸時代にその停滞してたってよく言われてるけども、結構な読書階級が形成されていたっていう。でそれゆえにパッと翻訳をして高等教育を自国語でやれるレベルにまでいけるようになるわけね、その準備をね。まあもちろん明治の初期段階っていうのはお雇い外国人がやってきて、まあ英語とか各国語で授業をして、日本語の授業ではなかったんだけども初期段階は、まあ、そこの、ね、中期段階からね日本語で授業を大学でするようになりますけども、まあ、その準備段階を西山根とか副大学者やりましたよね。西山根すごいですね。西山根のおかげでだいぶ日本の知能レベルが上がったって。それはある、西山根と副大学者やね。テキスト下に置いてる西山根の言葉、結構ねこれらの言葉を使わなかったら何も抽象的な議論はできないっていう。そっか、抽象って言葉自体が西山根かな。セクション J17-11 文教の改革終了です。